はい、皆さんこんにちは、浦方です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。コラボ企画やリクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。さて、今回ご紹介する商品はこちら。これね、リーパーズ UTG コンパクトピストルライト、 20mm 対応の小型ピストルライト。はい、素材はブラックアルマイトアルミニウム、電源は CR2 電池1個で、お試しでね1個ついてきます。でお試しなんで、ね、残量はちょっと分かんないですけどね。で重量が 74g で、全長が 75mm で、高さですね、全高が 28mm となっております。リパーズはですね、アメリカで実銃用アクセサリーを作成しているガンパーツメーカーとなります。その社内ブランドの UTG からコンパクトピストルライトが入荷しました。実銃にもね使用できるというだけあり、手に持つだけで分かるこの堅牢な作りをしております。で明るさは200ルーメンということで、暗所をね照らしたり相手を目くらましするのに十分な光量を持っております。レバーはですね、上下この2つね、に分かれておりまして、片側が常時点灯スイッチ、この上の方もですね。で下の方は押してるだけで点灯させるスイッチタイプとなっております。で左右で操作できる、どっちからでもねアクセス可能となっております。で 20mm ピカティに入れる対応なんで、まあ、ハンドガン、まあ、長物でもねつけることは可能ですけども、ハンドガンが一番コンパクトでいいんじゃないかなと思います。で暗いところでもね、実際に試してみたいと思いますが、今ちょっと明るいところで、下のスイッチね、下のスイッチでこう見えるかな。で上で、固定モードですね。でもう一回やると消えます。で下は押してる時だけという形ですね。ちょっと実際暗いところの映像を見てください。どうぞ。皆さんこんばんは。ピクッと違う番組違う。はい、ということでね、このライトをちょっと試してみたいと思います。今これで電気を消すと、まあ、このぐらいの今光量ですが、こっちがいいかな。ちょっと向けてもらって、でこれで今つけた状態消します。はいはいはい、ちょっと点滅しますね、失礼。で、そうね、まあ200ルーメンなんでね、全然普通に使いやすいんじゃないかなと思いますし、スイッチの感覚も非常にいいです。もう素直に反応してくれるてな感じですね。はい、と戻ってきました。皆さんどうでしょう、暗いところでこんな感じとなっております。であとはね、下のねスイッチは僕は全然問題ないですけど、上のスイッチがね、この固定モード、オンオフ固定モードが上にしか効かないんですよね。でこっちの下のスイッチタイプって、この押してる時だけっていうのはそのまんま押せばいいんですけど、まあ下に押す感じ、操作性そんなに問題ないんですけど、上のやつがね上に押す感じになるんで、これシュアファイヤーとかだとちょっと違うやり方なんですけど、まあ、これもね慣れがあるかなと思います。ただね、このスイッチの操作感とか非常に、追従してくれてしっかり動くんで、いいんじゃないかなと思いますし、あとコンパクトがねやっぱ一番のいいところじゃないかなと思います。さて、今回ご紹介したのはリーパーズ UTG コンパクトピストルライト。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受付中です。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。